さあ、参りましょう。第2戦目。いきますか。いや、でもジェシカのヒットポイント344あんのか。ジェシカのヒットポイント350くらいなるまでレベル上げた方がいいですねって言おうと思ったんだけど。あるんだな。一番ヒットポイントの低いジェシカ、うん。主人公が死んで、そっか、やっぱ賢者の石だとちょっと甘いなっていうところをしっかりと対策した上でやっていきますか。星ルーではつけました。主人公貯めます。で、ジェシカはですね、神秘のビスチェつきました。うん。タンバリン行きます。ゲルダため、ゲルダ先に、ここピオリも打ちましょうか。そしたら。で、モリエールで行きます。これくらいのあれだったら、レベリングしなくても、頭使えば勝てるっていうところを見せたい。高速なってる、高速なってる。これだよなぁ。おぉ、ゼシカかっけぇ。この時点で、そう、主人公が攻撃役に回っちゃってるからあれなんだよね。ベホマズンの打つタイミングをちょっと間違えてる感あるから。どんどん火薬は主人公に打たせる。打たせる。うん。で、ピューリも打ったんだよね。モリエールで、ゲルダとモリー、いや、できればゲルダかな。ゲルダで攻めていくパターンでいこうか。で、考察1。マダンテカーの通常攻撃で、ジェシカ死んだとしても、ゲーダさえ生き残ってもいいから、ゲーダのヒットポイントを常に350以上を考えた上で戦う。復活回復両方できるからね、ゲルダはね。ゲルダは絶対死なせるわけにはいかない。そこを考えた上で戦う。あと、お、ゲーダもすぐ生えたでしょ。マダンテ通常攻撃の後、凍てつく波動からの MP 回復だと思うんで、ラプソンの行動が。それで、一旦耐え忍んでたんで、森。その時に、主人公が生き残ってれば、かなり楽ができるんだけど。凍える吹雪か。ここは、回復に回したいな、主人公。しょうがないね。これは回すしかないよね。溜めます。できればゼルダじゃねえや。ゲーダが先に動いてくれたらベストなんだけど。どれがいいかな。アゲハランブより実は扇の前の方がダメージ食らったりするかな。モリーで50になると思うんで、ここはランドインパクト、いやシールドブレイクで防御力下がればベスト。多分下がんないかな。でも895、あーどうだろう、いい勝負かな。主人公攻撃に回したいんだけど、なかなかそうもいかないな。次ちょっと無理してでもゲルダ、賢者の石でなんとかできたらベストなんだけど。弱っ。そっか。防御力が下がんない。そう、うん、まあそうだよな。しょうがないよね。これ、この後どう来るかだな。イオナズンとかで来てくれたら助かる。お？ジゴスパーク？あ、これダメですね。ベホマズンですね。ですね。ベホマズンですね。攻撃に回せねえ。ジェシカ50来てるはずないよな。メラズマ撃っとくか。ゲルダは貯めます。モリーは、モリーも、あ、モリーな、来てないね。うわー、間違った。攻撃しちゃったよ。一番最後ミスるとそうなんだよな。950、強いですね。やっぱ、ジェシカ強い。ジェシカは絶対抜けないと思ったんだよ。だから抜くとしたら、主人公かヤングスか、ククールだと思ったんだけど。まあ、ヤングス外さざるを得ないよね。残念だけど。うわ、これやばいな。ジェシカジェシカって来たら辛い。変なフラグ回収しないでね。あぶねえ。そろそろマダンって来そうなんだよな。タンバリンで貯めます。ゲルダ今いくつよ ?20、50いってると思う。あ、違う。あれだ、モリがエール送れなかったから貯めるでいいんだ。するっとモリエール撃つべきはジェシカ。あー。主人公攻撃してぇなぁ。いや、無理ですね。ベホマズンずっと打ち続けることになりそうだな。モリエール。これで、ジェシカは、20。そっか、やっぱり0の状態から20になるはあるのかな。けど、5から50はないのかな。さあ、主人公が眠るまずいパターンですね。
これ物理攻撃だって起きてくれるんだけど、あ、起きたラッキー。あー、ここは攻めに転じれそうですね。助かりましたね。サミバレ好き。そうですね、タンバリンですね。で、ゲルダ本当は攻めたかったんだけど、しょうがない。ここは賢者の石で確実に回復。モリーが50になると思うんで、マインドブレイクかな。で、行きたいと思います。ランドインパクトの方がいいのかな。そうか、眠ったから100じゃねえじゃん。気づけ、俺気づけ。あ、しかもモリー20だったし、スタボロ。うわ、しょっぱいな。しかもシールドブレイクなんてなかった今。いてつく波動がここで来たか。マダンテ来るのかな。回復ですね。先行されたらやだな。先行されたらやだな。ここはもうしょうがないですね。先行されることを前提に動きます。賢者の石と、モリエールでゲルダ。あ、ピオリム撃ったゼシカに撃つべきだったかな今のは。ワンチャンモリーがゼシカより先に動いてくればより良いピオリムが撃てたからね。あ、で、まあそんな時にかね、ちゃんとね、主人公が最初にベホマズン撃つってすごい辛いやつですねこれはもうあるあるだわな。主人公以外でフラグじゃない。オッケー。でもゲルダか。モリエール眠りながら、まあそうだよね、ベホマーズン打ちまーす。 MP でもこんだけベホマーズン打ってまだ123万のか。恐ろしいな、主人公の勇気スキルは。そうなってくると、じゃあ今度ゼシカ上げかな。ピオリム打ってますからね、大丈夫ですよね。ピオリム一回撃てば、まず間違いなくラプソンより先に動けるっていうのが分かった。テンション溜まってなくても OK。50一気に上がれ。まあそうですよね。OK、これでゲルダが目を覚ます。マダンって撃ってこないな。凍える吹雪。ゼシカは寒そうですね。ベホマズン、タンバリン、ゲルダ溜める。モリーはゲルダを溜める。運が良ければ、あ、ダメかな。あ、そっか、20で50だ。多分、100にはならない。50、お、もっとなるんだね。いい情報、ここで得たな。これからの戦いに、役に立てそう、これは。だから絶対モリーはインだな。モリーインは間違いないわ、これ。モリ攻撃の、いやでも十分か。ゲルダを戦闘の時抜くかどうか、まあ後々考えるとして。ゼシカにタンバリン持たせて、主人公は多分入れるかな、ベホマズンあるから。あと一人、まあククールかヤンガスを入れるとして、その一人にタンバリンを持たせるかどうかを今すごい悩んでるね。悩んでるんだよねそんな余裕はないのに、一回負けてる相手なんだけれども。ここは攻めますか。20しかないと思うんだけど、あ、50しか溜まってないけど、ここは攻めます。扇の前で。ベホマズ撃ってるよね。そしたら、モリーは自分自身を貯めるか。いや、ゲルダ。多分ゲルダの方が先に動くから。ワンチャンゲルダを攻撃の後20に持っていけるかもしれない。いいダメージだ。1157、すげえな。うん、完全予定通りですね。あ、でもそろそろ主人公の MP がやばくなってきたか。そろそろ決めたいな。ライフ全然考えずに攻撃してた。今どれくらいになってんだろう。あ、そういうことなんだ。全員に行くってわけじゃないんですね。